ゃあ。あ、言えよ。俺のなんだよ。はい。はっきりしろよ、おめえら。でも、なんだ、随分と高圧的な言い方だね。は？君のその子供じみた態度を見るとよくわかるよ。自分の持つ闇を恥じていて、嫉妬ばかり抱いている。顔を覆うような前髪は君のテリトリー。醜い本性に触れられたくないから顔を隠すんだ。他人を見下すことで自分を慰めてるくだらない人間が君だ。だけど僕はそんな君が好きだよ。友達になろうか。誰が殺戮を始めるか、それを恐れた誰かが殺戮を始めるか、そのどちらかが始まらない限り永久に終わらない。てめえさっさと教えろ、これ。大丈夫？まだな。ズバリ聞くが、ハートのジャックはお前か？その質問には僕かもしれないし、君かもしれないとしか答えられないよね。やはりお前とは気が合いそうもないな。じゃあ僕のを頼む。スペード。回答の時間になりました。それではお好きな独房に一人ずつお入りください。その上殺そうとするなんて何か企んでるか、ただのアホか、サイコパスか、ソシオパスか。お前、それを試すためにあえて君に吹っかけた。君は僕をコントロールできると思ってた。そして自分が誰よりも優れているという自信を持っていた。その自信は君が特別な役する気だよ。この国の国民と腰を据えて話せる機会なんてそうあるもんじゃない。この国の秘密を全て楽しむ方法は知ってる。最後まで正しいマークを教えてやったというのに。予想以上に早く音を上げた。僕もありがたく手にする。